豊かチャンネルとか正直に言うけど、まあ、ハヤトも相当聞く。だから監督が分岐点はあるんだよって、そのキャンプで秋も来たんでね、ハヤトが。いやだからあの WBC に出てる場合じゃないじゃないんですよ。振る時間が欲しいんですよ。まあそうだ、だからもう俺は全然ハヤトはいけると思ってるし、うん、だあれがいるといないじゃん。全然違うそれは違う。だから俺からすると春のキャンプで言うことだけども、パリーグの連中は150キロを超えた中継ぎがいるわけじゃないですか、うん、すごいのがいるよな。どの球団にもいるよな。そこと日本シリーズやんなきゃいけないんですよ。で7試合ってうまくできてて、ちゃんと強いは基本勝つようになってる。まあなるよな、ごまかしが効かないよな。だからみんな4勝3敗つけるわけじゃないですか、うん、今の巨人ならソフトバンクのあの当時の投手陣ならそれ4連敗つけたかったですもんね。巨人4連敗打てねえよって。いや打てないよな。で正直菅野がね、智之がピッチングシーズン見てもあんなぶん曲げるエースいないですもんね、パリーグ、うん、バーンバーンボーンみたいな、うん、叩いてくるピッチャーばっかりだもんなほんでソフトバンクなんか5対0で負けてるピッチャーなかった、あれ出てくんだこれ、ひょろっこいな、154みたいな、出たそういう育て方どうやったのみたいなね。いやほんとそうだよな。だからそういう順に勝ってますよね。だ日本シリーズちょうど僕もたまたま解説やらせてもらってネット裏で見た時、初戦だったからあれ千賀かなんかもうそら手も足も出ないですよ本当に、まあ、岡本が初球のインサイドの詰まった時でしょ、うん、それからインサイド意識しちゃって、うん、あと全く見えなくなってきた。外がもうなんか東京と大阪ぐらい遠く見えるみたいな。いや本当だよ歩いちゃいけない、もうここ意識しちゃってなね、だけど意識させるだけのボールがあるっていうのがすごい、すごいですよ。だそれがだって中継ぎ以降がいいんですよ。いやそうそうそう、ほら勝てないですよ。でも智之なんかまっすぐ投げるのが怖いんじゃねえか、これひん曲げてくるんだ、それは限界あるっすよね。で早田も慣れてんだから、みんなはいはいカーブ放ってこいお前まあカーブがないはいはいみたいな、グラシアルゴーングシャッつったなと思ったら左中間ドーンみたいな、入ってるよな、振り遅れてもな、はい、いやでもさ、まあ隼人もこう危機感があるで、4番中田翔なのか岡本なのか、いや絶対岡本っすよと思うよね。うん、それはもうやっぱり、でもそれはもう最初から決めていくの。いや決めないです、決めないです。僕が、まあ、一番この豊かチャンネルでも言いたいのはやっぱ監督なんですよ、もちろん、うん、俺はこういう打線を作って監督にどうですかって言うだけであって、決めるのは監督ですけど、もちろん監督も巨人軍の4番って生え抜きじゃないですか。まあまあ確かに、もちろんなんでと落ち着きますよね。だから2020年を振り返ると、原監督というスキルの高い監督がスキルの高い野球をできない戦力が揃っちゃった。で若手を無理やりはめ込まなきゃいけないから、若手もプレッシャーになって一つのエラーがなんか自殺でもしなきゃいけないぐらいに感じる、勝てるわけがないですよ。だからそれは生え抜き連中がしっかりとした野球をやる、隼人も怪我してる場合じゃない、怪我したらもうやめる勢いですよ。でじゃあ俺はみんな選手に言いましたよ、秋のキャンプ本当レギュラー陣いないけど俺の基準があると。みんな最初はね、怪我したって黙って隠れて出たって試合、ところが慣れてくりゃなんか痛いだかいだっていいかと、練習休むのは第4が追いかけてきても逃げれないなら休めと、ちょっとクラギが張ってます、ドライオン連れてくんのほらって、いろよ食われてしまえって、逃げますじゃあやれって、そこだぞ俺の基準はっていう。そうなのね、ライオンが来たら逃げるよね、逃げるでしょ、肉離れしててもとっとやれよって。まあな、最初やっただろ、何かできるよな、できますよ、まあ確かにな、だからそういう納得したみんなで、納得しないならその場で言えっていう約束をするんですよ。言わねえなら陰口叩くんじゃねえぞっていう、決めたらや守れって男なんだからって、約束だぞ。みんな今だから1000、2000本振りたくないやつ手あげろ、あげろあげろあげろって、別にそこでね俺は監督あの子は使いませんってやらないよって、あげねえだらもう約束だって、男の約束は守れよって、陰でぐじぐじ言ってやろうもんな、ね、やろうみたいな、俺バカにされるのいいけど舐められないんだっけ、だって言うよなマジで思ってるんです。いやまた異質なコーチが来たなと思ってたろうな、嫌だなっていや嫌だなっていうか、やっぱ話が納得するよな、納得しますよね、すると思う、それだったら、うん、しないとおかしいと思う。だからここちょっと球団にもお願いしようと思っているのは、例えばチームとして作戦をこう決める場合、簡単に言えばゾーンを上げましょう、高めだけ打ちましょう、でチームとしての対策を練ったときは俺が練るわけじゃないですか、答えを出して監督にお願いする、で監督が OK が出たらその作戦でいく、でも担当がお願いしたら監督って大体いいよやってもらわないってなるじゃないですか。なのに選手の年俸がそれだけで、そのただの同じアウト分下げられたら選手はやれないですよね。僕ありました、低めの球手出すなって竹上さんに言われて、
いや俺ローボールヒッターなのに竹上さん低めの球出たじゃなかったら俺打てないっすよっつって、チームの保身だなんて、チームの保身だって俺打てないじゃないですか、だって俺のこと使わない方がいいですよって10試合使ってもらえない時あったんですよ昔キャプテンだからないろいろ本当にね、原さんの代打になんか誰も行かねえって言い出しちゃった一茂さんは平気で行ったけど僕は行かねえみたいなあったじゃんだそういうのも選手じゃないんですよっていうね、だからそのことは球団とも話したいなと、もうチームで方針立てるピッチャーいますよね、だからいやそれはいるな、まず山本由伸と戦う時は神頼み当たらないようにオリックス戦の時は来んなよとメジャー行ってから当たろうみたいなまあ絶対来るよな多分ジャイアンツには、まあ、そこも多分神頼みですよね、なんなら岐阜のお寺まで行ってこう小股こうかなぐらい他に誰がいる、まあ、佐々木朗希、佐々木朗希の千葉マリンだけは避けたいですね、そうだよ、もう水撒きますよ前日、うん、水撒いてもな人工芝だから水たまりにはならないからね、なんならもう外でさ大型の扇風機やってても風で中止だなんて、いやでもね俺ちょっといいこと思い出したのがお前の語録があるでしょ、語録今あの訓録はつけますけどね、文句なめられるのが嫌だけど、ああありますね、いっぱいありますね、いっぱいあるでしょ、ありますよ、あれ T シャツになって販売すればいいのシャカだよっていやだからジャーンツってつけて売るか、借りれないのここに入れますか、肉蔵出るのね、いや背中に舐められるどうのこうのとか、ね、そうですね、あれ舐められたらシャカだととかね、ありますね、いやだからそういうのを発売したらいいなと思って、そう、あいい、やっちゃいます、いややった方がいいと思う、まああのね、ちょっと監督でも共感してもらったのも一個もあって、まあ、そのアマチュアと試合やるとき、社会人とやるときに大抵強いもんって油断がするんですよ弱いやつは油断してこないから、何が言いたいか、社会人って5点差つけて7点差つけても最後までぶっ潰せと、まあね、はい、嫁ら強いもんだから油断はすんなってぶっ越してこいってめった打ちしてやったっていう、で終わったらお互い礼して終わるっていうのはありますよね、いや、 やっぱり強いものは徹底的にやったほうがいい、やったほうがいいんです徹底的、なんか明日にこの点数取ってきてバカ野郎っていいか、取るとき取っとけめった打ちとけよなみたいなあるじゃないですか、だから秋のだってソフトバンクと練習試合やったけど、ああいうとぶっ潰しとかなきゃいけなかった、負けちゃったけど、あのさ、いろいろ数字見た、まあまあ解説やってるから多分どこのチームのどのピッチャーがいいとか、うん、まあ主観ですよねそれは、まあ、チーム的にはやっぱ阪神がいいでしょ、阪神いいっすよね、中日も、まあ、いいですよ、でそれどういうふうに、まあ先発はもう対策はほとんど立てたんです、ああそう、先発陣はセ・リーグはね、ああ中継ぎ以降はこれからです、例えば今永とか結構ジャイアンツやられてるじゃん、やられてますね、そういうのはどういうふうな対策があるの、まあ、もちろん言えないですけど言わないのそこはなんかお前勢いでボロッと言うけどお前もやっぱ冷静になるんだねデブ、おかしいですよね、ここまで全部本音で喋ってきて今永の対策を言うコーチいますまあ言わないよね、俺も今ちょっと言いそうなんですよちょっとでも言ってあげようかなと思って、冷静だったね今ね、危なかったですね、危なかったね、もう全部家にありますよちゃんと、いやでもね俺ね、デブの印象があるのが西武時代とにかくこうメモをつけながらこう見てて、でお前がエンジンを組んだとしたら必ずその回か次の回には点を取るんだよ、何をあれは伝授してんのかなと思ったりとかさ、まあね